やりたい運動を数値化できるっていう、飛んだ、切り返した、減速したか加速したか、そういったものをセンサーでちゃんと読み取って、カタパルト独自の計算式で運動量というものをポンと出していく。もともとはGPS で使っているので、選手の位置情報っていうのを把握して、そこから走行距離であったり、選手のスピードとか加速っていうようなところを、モニタリングするために開発されました。でそこで、選手の疲労、全体的な疲労っていうのを見たり、どれくらいの速さで動いたのか、あとは体の状態が、どういった向きなのか、どっちの方向を向いているのかっていうところまで細かく分かるので、そこで、選手にその、走行距離だけではない、その体の、動きに対する、負荷っていうのも、細かく分析できるようなシステムになっています。一番思うのは自分のコンディションの調子、一番いい時と悪い時の差が、平均としてラインで多分出せるんで、そこの浮き沈みを見れるんじゃないかって、いい多分判断材料というかコンディションの材料になるんじゃないかと思います。自分がそのゲームでどういう動きをしているのかというのがもう確実に明確に出ているので、自分の場合には基本的に左側のドライブが多かったので、そう修正していこうかなと思ってますね。カタパルトのデータを見ることによって、自分の癖がもっと細かく分かって、相手にこうスカウティングされにくい自分のプレースタイルをもっと追求できるなっていうのをすごく実感しました。自分の体を理解するっていう上でもとても大きなことになると思うので、自分の体を見つめ直すきっかけになるのかなと。改善しないといけないところっていうのはかなり見えてくると思うし、自分のプレーの幅、伸びしろっていうのはすごく見えてくるから、いろいろトレーニングこれからしていく上で判断しやすい部分はかなりあると思います、データに基づいてやっぱりこう感覚だけじゃなくて、ちゃんと理論付けされた今日は軽めの練習とか、例えば今日はこの選手は休ませるとか、そういったこうメリハリがつくシーズンにできると思うんで、これをつければ、試合でつけれるようになれば、また試合中の動きってまた違うものが出るし、そういうところで本人の癖だとかっていうのもやっぱ分かるんで、選手一人一人の成長とチームの成長に絶対つながるものだと思いますけど。いや、あれは全然本当違和感ないですね、着てて。忘れるぐらい、もう全然もう忘れてました、始まってると。はい、全然もうつけてるかも分かんないぐらいの、つけてるのを忘れてるぐらいな感覚です。はい、感覚ないんで、つけてるっていうのは。はい、一番重要なのは、選手のどこの、部分にセンサーをつけるかで、一番背中、この肩甲骨の間あたりが一番そのスポーツのアクションに邪魔にならないところっていうのはあるので、かつ、負担がかからないような素材であったりデザインっていうのを、施して、うちも提供しているっていうことになってます。カタパルトだけで、成果が出ているってわけではないと思うんですけども、バスケでいうとこのゴールデンステートウォリアーズが導入していて、彼らは 2、3 年ぐらい前から2015年のデータを見ていくと、やっぱり一番シーズンで、怪我人が少ないチームだったんですね、リーグで。アメリカでいうと NFL のブロンコスっていうチームが使っていて、で彼らは、今年のスーパーボウルで優勝したチームなんですね。彼らも練習中の負荷をしっかりモニタリングして、怪我人を避けて、でコンディションが毎週試合に向けて上がるようなところで、ヨーロッパに目を向けてみると、今年、プレミアリーグで優勝した岡崎のいるレスターズ、彼らもシーズン通して一番プレミアでは怪我人が少ないチームだったっていうようなデータも出てるので、そういったのをうまく活用して、パフォーマンスにつなげてるっていうところは事実としてありますね。パフォーマンスを良くするどうのこうの以上に、プロチームにとっては怪我をさせないっていうのが何よりも大切なので、だからその NBA だったりでも、ヨーロッパのサッカーにしても、こういったものが、今は使われ出している。客観的なデータを与えることによって、そのコーチとかトレーナー陣のそういうサポートする武器を与えたい、で彼らの仕事をもうちょっと楽にさせたいっていうのはあるので、彼らにとってはいいツールじゃないかなというふうに思います。
いや、これは本当に絶対使うべきだなって思ったし、僕はこれを広まることによって日本のそういうレベルは確実に上がるっていうのは感じました、ね。